江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、サッカーの話題なんですけれども、こちらでございます。帝国が世界サッカー遺跡金ランキングにブチギレ。はい、ということでね、それではですね、記事の方、今日記事のみなんですけれども、見ていきたいと思います。じゃあくーちゃんお願いします。帝国サッカーの看板スターのソン・フンミン、トッテナムもモンスターのキム・ミンジェ、バイエルン・ミュンヘンもいなかった。世界のサッカー選手の移籍金 TOP50 から帝国人選手の名前が抜けているのだ。 A メディア 90MIM は5日、現地時間国際スポーツ研究センター CIS が世界で最も価値あるサッカー選手50人を発表してと伝えた。CIS は最近世界のサッカー選手の市場価値をアップデートした。 CIS は選手たちの活躍、移籍金、球団との契約期間など様々な要素を考慮して選手の移籍金をつけている。 90MIM が挙げた TOP50 に帝国人選手はいなかった。日本代表のスター久保、レアルソシエダは40位につけた。CIS が策定した久保の移籍金は9980万ユーロ、約157億円。キム・ミンジェより2倍ほど高い金額だ。バイエルン・ミュンヘンの主力ディフェンダーであるキム・ミンジェの市場価値は5000万ユーロ、約79億円と評価された。昨年世界最高のチームの一つであるバイエルン・ミュンヘンと契約を交わしたという点や、最近の活躍ぶりを見れば評価が低いという印象を与える。昨年、パリ・サンジェルマンのユニフォームを着た会員も、キム・ミンジェと似たような評価を受けた。友人であり、ライバルとみなされる久保よりも、移籍金がかなり低いのだ。イングランドプレミアリーグ、EPL の得点ランキング3位タイのソン・フンミンと、6位タイのファン・ヒチャン、ウルバーハンプトンの移籍金は、3000万ユーロ、約47億円、だった。久保の移籍金の3分の1にも満たないと、評価されたのだ。日本のもう一人のスターである三笘薫の市場価値も高く評価された。 CIS が策定した彼の移籍金は8000万ユーロ、約126億円だ。日本人選手の市場価値が比較的高く評価されたものとみられる。1997年生まれの三笘はファン・ヒチャンよりたった1歳年下だけなのにだ。そういうのだ。さらに今季センセーショナルな活躍を見せているファン・ヒチャンはリーグ20試合目で昨シーズンの三笘の攻撃ポイント記録を上回っている。やや理解しがたい評価という印象を消すのは難しいのだ。それはお前の感想だろうが。なんか疑問があるんだったら直接でメールでもしてさ、質問してみろよ。はい、というね、話題でございました。帝国の反応もちょっとあったんですけどね、ちょっと固まっちゃって、口頭でご紹介しましょうかね。めんどくせえ奴らだな、いちいち。はい、で、1本目がですね、1人目がですね、グクポンを抜きにしてもまあ私信頼できない記事にだ。27の2、ググポンって狂った愛国、うん、愛国精神を抜きにしても全く信頼できないと。2番目、日本は国費で支援してるからにだ、うん、日本の会社が半分も出してくれるからにだ。24の1、パガーの時もこうだったにだ。パクチソンと比べたらと何かと言ってます。久保ファンヒちゃんにも及ばないにだ。記事に文句言ってるね。日本にいくらもらったにか、ね、記者は扇動的な記事をもう書くなよ、イライラするからっていう意見があります。まあそんな感じのね、不適されてんだな。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。じゃあ上の方からいきますかね。随分とマイナーなランキング好きだね。実力もないのに偉そうなことばかり言ってるから。孫くん31、ジャノビシロがないにだ。いや、フンミンさんもう30超えてる言うてるやろが。
自国選手の実力を俯瞰して客観的に見ることができないからそうなるんだぞ。 K から移籍する人数少ないんだよ。日本は代表のほとんどが移籍組なのにな。いろいろな要素を検討した結果外されたんだろ。久保くんでも40位なんだ。そりゃお前ら圏外だわ、わらわら。ミンジェはバイエルンでミス多くて適応遅れてて評価落ちたし、別に有名どころのチームに所属したってそれがお前の箔付けになるわけじゃねえんだぞ。出場回数少ないから PSG に行ったやつってスタバロらしいじゃん。ケム・ミンジェドイツ DF で11位に急降下してるんだが、わらわら。その移籍金の基準は謎や。やっぱり警告選手は評価が低かったんだな。年功序列入れんなし。なんかななんかすげえ一気に保守的な話になってるからな。サッカー関係ねえだろって。どこに移籍したかではなく、どれだけ活躍したかが重要なんだよ。働きも活躍もせず金だけよこせというのはお前らだけだよ、わらわら。年齢関係あんのかな。総合評価って意味理解できてねえな、この記者。え、久保くんはバルサが持ってる固定価格あるやろ。それ払い切らんとバルサの縛りが解けんのやなかったか。同じドイツリーグの伊藤博樹 DF ランキング4位なんだけどさ、わらわら。マークされてないから評価低いんじゃねえの。他人の評価にいちいち噛みつく面倒くさいやつら。 FIFA に抗議メールガンガン送ってみな。迷惑メールフォルダー行きだぞ。はい、ということでね、サッカーは年齢研究は関係あんの。おーね、結構年功序列感あん。知らんけど、そうなんだ。はい、じゃあですね、これで、ずいぶん保守的だね。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。